皆さん、ホワイトベース深夜放送です。2月17日、ホワイトベース初のバーベキューイベントが昭和記念公園で行われた。リュウさんが亡くなったのとはあんまり関係ないです。この映像はその準備から終演までの記録映像である。結構これもかなり量があるね。アムロです。ナレーションを担当させていただきます。このようにですね、おもち商店さんのご協力、おもち商店さん、はい、本当はこれ渋谷の料亭でやっていただいているんですけども、おもち商店さんにその名前は出すなって言われてるんです。名前を出すとジオンが攻めてくるんです。シャーカー、あいつララを時が見えてしまうわけですね。なので、それやらないんですけれども、はい、このような形ですね、40人分の食料を、はい、用意してました。結局余ってしまったんです。皆さん、僕は取り返しのつかないことをしてしまった。いやー、すごいです。すごい、たくさん積み込んでいるように見えるんですけども、このしばらく後これもスーパーナパームで全部破壊しなくてはならなかったんです。皆さん、ただのバーベキューじゃないですよ。そうです、ただのバーベキューじゃないんです。スーパーナパームで焼くバーベキューなんです。変な線が入ってます。ガンダムはプロトタイプだから時々画像が乱れるんです。皆さん、申し訳ありません。セブンって何ですか？はい、ありがとうございます。よいしょ。この時点ですでに時計の針は深夜12時を回っていたと思います。はい、12時ですね。12時です。あ、電気つきました。お餅商店さん、夜空を見上げると材料が到着しました。そこには、これから明日のバーベキューのコスモを感じられるような仕込みです。バーベキュー開催まであと12時間、星々が広がっていたのです。燃え上がれ、本当に俺のコスモよ。僕もおー、おもち商店さんと一緒に段取りと打ち合わせを行っています。ここにあるのは明日ジオンと戦うための武器、はい、そう、ガンダムに積み込む武器の山と、はい、ホワイトベースのクルーのみんなの食料です。この時に塩を積み込むのを忘れていたんです。だから途中で塩が足りなくなってしまったんです。塩のために湖を追いかけるミッションが発生してしまったんです。さすがじゃないと無理、はい、あと焼きそばの広いのは油です。ビールじゃありません。僕は未成年なのでビールは飲めませんでした。もうすぐ1時です。忘れてるものね。これはお店に帰ってからですね、ゆうちゃんと一緒に明日の協賛品のチェックをしてしまいます。現在ですね、深夜2時ぐらいですけど、お米をいただいたんですね。準備をしてます。これ皆さんにお持ち帰りお土産とかですね、はい、抽選箱を作ってます。抽選ですね。ごめんなさい、抽選会いまいち盛り上がらなかったと思うんです。次はもっと盛り上がれるように何かイベントを考えようと思うんですけれども、ちょっと今日は今回物が多いんで、モンスターエナジードリンク鑑賞用に渡しましたけど、結構普通に皆さん飲んでましたね。まあ自己責任なんでそこはいいんですけれども、あ、この人誰ですか？なんだか寒そうですけど、シュッとか言ってますね。これは当日の朝ですね、おもち商店さんに集合しています。真ん中に映っているのはハロです。ハロはいつも元気だね。駐車場も空いていますね。目の前に止まっているジープはおもち商店さんのジープです。私が乗っているのはトリアエイズです。皆さん知ってますか？トリアエイズ、連邦が作った飛ぶ棺桶みたいな飛行機です。マスクしてますね。
誰かお餅商店に来てたらびっくりじゃん。僕たち早起きが苦手なんです。でもこの日は頑張りました。早起きと言いましてもおそらく皆様が起きてる時間帯と比べればだいぶ遅いと思うんですけれどもね。よし、じゃあみんな行こう。ハロが尻尾振ってますね。この日は天気が良かった。本当に良かった。小沢くん背がでかい。おもち商店の鉄さんです。今回は鉄さんが全部やってくれたんです。この日の鉄さんはいつものアバクロじゃなくてパーカーを着てました。結構珍しいんです、鉄さんがこんな格好をするって。私はいつも同じ格好です。着るものがないんです。連邦は貧乏なんです。これが業務スーパージオンほどじゃありませんけど、これがうちで料理生で食べます。全然やっぱり違う。若干皆さん美味しそうなお肉です。実はですね、この日40人前用意したんですけども、参加表明いただいた人数だけでも50人いらっしゃいました。食材が足りなくなるかと思いまして前日に買ったんですけれど余ってしまいました。あまり皆さん食べませんね。皆さんこんばんは。はい、やっと登場二宮ですけども、はい、なんかアムロが来てましたね。はい、まあ白々しいっつうのって感じですけども、まあこんな感じですね。あの準備を進めていきまして当日ですねを迎えて、ちゃんと皆さん来てくれるのかなと、不安に駆られながら、昭和記念公園に行ったんですけども、見事にですねありがたいことに、皆さん遅刻なくお越しいただいて、ただですね入場の時にお待たせしてしまうという不手際がありました。はい、本当に申し訳ありません。あれはですね事前に何度も問い合わせや足を運んでですね段取りをつけていたんですけども、当日担当のをしていた昭和記念公園側のスタッフがですね無断欠勤をするという事態が起きていました。はい、実を言うと結構大変だったんですよ。でまあなんとかリカバリするために頑張ったんですけども、まあそれもこれもですね皆様が本当忍耐強くお待ちいただいたということが一重に一番大きいんじゃないかと僕は思います。ありがとうございます。本当ねこれがもしご理解いただけている皆さんじゃなければですね、ごねる方も出てきたかと思うんですけども、本当に不徳のなすところです。申し訳ありませんでした。まあ、そんな形でですね、なんとか開催することができたんですけども、引き続きですね、というか、開催中の映像を、編集してみましたので、ご覧ください。うまいな、この野菜汁。再びアムロです。おいしそうですね。こんにちは。ビーフシチュー一番美味しくなかったですか？ステッカーもらいました。あ、もらいました。あ、よかったです。この人あれですね、彼氏さんがいると思って見落としが僕あるんで女の子に声かけましたね。はい、今日どちらからですか？厚木です。厚木ですか、はい、海越えて、そうです、ね、アホなこと言ってますね。 ありがとうございます。まるで鮭のようですね。何言ってるんでしょう。あ、これはですねお客さんのカメラです。お客さんがですね映像を撮っておいてくれました。非常に綺麗に映っておりますね。ありがとうございます。おいしそうですね。地球にはいろいろな食べ物があって羨ましいです。ホワイトベースではいつも同じものばかりです。塩は足りなくなるし、まあまあまあ、ジャズか。ジャズ。お腹が空いてきました。これはモンスターエナジー。みんな別の種類。確か鑑賞用で渡したと思っているんですけども、これ飲むでしょうか。ビール。あ、ハロですね。開けてしまいました。うわ、なんか小沢くん、もしかして飲む気ですか？うわ、なんか濁ってる。あ、飲んだ。
飲んだね。2回も飲んだ。親父にも飲まされたことないのに。普通にあのレモネード。レモネード。炭酸入ってるかと思ったら全然入ってない。炭酸入ってないんですかこれ。抜けてるだけじゃないんですか。失礼します。失礼します。これうま。ものすごく好評です。美味しい。泉&カンパニーさん、ありがとうございます。どうぞ。感想聞きます。コレクションを分けていただいたんです。どうですか、レモネード。普通に紅茶、レモネードじゃないですか。レモネード美味しい。誰か飲みたいかな。レモネードどうですかって言われて、レモネードですって。全然なんかそのまんま。そのまま好きじゃん。本当レモネードですか。レモネード。皆さんどんどん飲んでますね。ちょっと濁ってる。早い早いよ。味的にはレモネードという。怪しいよ。味的にはレモネードって超レモネード。みんなで飲んでる。超レモネード。レモンティーって書いてあったような気がしますけれども。どうぞどうぞ。レモン美味しい。感想、いや普通にこれじゃあ飲んだ感想いかがですか。いやまずそれいかがですか。レモンティーレモンティーレモンティー。やっぱりあのティーはどうぞ。はい、レモンティーいただきました。感想いただきましょう。感想もうグッといっちゃってください。感想は群馬の方言で。風が引いた時に飲みたい。群馬の方言出ませんでしたね。レモネードから飲んでもらいましょう。普通に美味しそうですね。これも輸入品なんですよね。全部英語ですもんね。はい、とまあこのような感じですね、皆さんで楽しく、皆さんと楽しくですね飲食させていただいたんですけども、ですね、いろんなビデオを実は本当は撮ったんですけども、ちょっと私のですね伝え方が悪かったのが、ほとんどのビデオが使えませんでした。はい、全然使えませんでした。というのも地面ばっかり映ってるんですよ。地面がばっかり映っててですね、で私の顔も映ってなければ料理も映ってない動画ばかりですね。ちなみにこの今ご覧いただいた映像ですね、お客さんが撮ってもくれました。はい、どうもありがとうございます。なかなか人に物を伝えるのは大変だなと思うんですけど、でまたですね、次回も企画しておりますので、ぜひですねご参加ください。ただのバーベキューじゃないバーベキューを目指してですね、いろんな準備を、仕込んだ上で、やっております。至らない部分も結構あったんですけども、実はですねまだ焼きそばがあったりご飯があったりとかしたんですけども、出し切れてませんでした。それもですねこちらの方で働いているスタッフの、まあ、人数は足りてたんですけども、結構その僕がですね、連れてきた身内がいるんですけども、遊んでやがりましてね、まあ遊んでたってわけじゃないんですけども、まあ、僕がその指示が悪かったと思うんですが、そんな形でいろんなもう不手際が多かったです。今回非常に多く反省する部分がありました。まあ、その反省をですね糧に、続きはもっといいイベントをやっていきたいと思いますので、ぜひまた次回もですねご参加いただければ非常に嬉しいです。たくさん準備して、みんなに美味しい楽しかったねと言っていただけるようなですねイベントを目指して頑張りますので、次回もどうぞよろしくお願いいたします。バーベキューのご参加ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。次はガンダムフロントで。できるわけないですね。申し訳ありません。おもち商店さんオーナー鉄さん、おもち商店さん料理人シュウさん、おいしい料理をありがとうございます。前の晩から仕込んでいただいて本当にありがとうございました。景品協賛泉&カンパニー浦田さん、モンスターエナジーありがとうございます。お米協賛小島さん、おいしいお米をありがとうございます。ナレーションは私ナムロでした。老賀夫婦兼